待たせしました。続々ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。続々ありがとうございます。もうダウンベスト、そうなんですもう店頭は秋仕様となっております。はい、させていただきます。エールキューブです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。金曜日はイオンモール熊本店より配信させていただきます。コメントにもありましたが、もう秋です。はい、はい、もうあと 2,3 日後には9月です、はい、もっと先です来週、はい、もう来週が9月ですもんね、はい、なので、はい、まあ、これから今も切れて、これから明日まで着れるコーディネートを3パターンほどご紹介させていただこうと思っております。はい、あ、早速去年ベスト買いました。ありがとうございます。久しぶりに最初から見れました。ありがとうございま す, あいます。ぜひあの最後にはお得なご案内もさせていただきますので、ぜひ最後まで見ていかれてください。はい、では今日はこのダウンベストを使ったコーディネートを、ね、ご紹介させていきます。はい、お願いします。今ダウンベスト17号着用してます、はい、リバーシブルで使える毎年好評のタイプで、フードもファスナーで取り外しが可能になってます。スリーウェイのダウンベストですね、はい、大阪はまだまだクソ暑いですが、このライブで秋を感じたいと思いますそうですね、こちらもちょっとクソ暑いですけどご紹介させていただきます。はい、こちらスリーウェイのダウンベストですね、はい、はい、今ご紹介いただいたようにフードが取り外せるということで、こちら取り外したバージョンです。後ろも見せていただけるとこんな感じの襟ぐりになっています。はい、でリバーシブルに、はい、これが今着てるのと一緒になっちゃうんです、ね、はい、表は微配色のキモタッチ素材とコンビデザインですね。裏はノンステッチですっきり着こなせるシンプルタイプとなっております。はい、全然また雰囲気変わりますね、ですね、うん、はい、今着用しているカラーが、ライトグレーとなっております、はい、でもう一人のスタッフが着用しているカラーが、ネイビー、はい、ネイビーで、今裏がリバーシブルでカーキですかね、はい、反対側カーキで着ていただいてます。はい、はい、こちらサイズが13、15、17号の3サイズ展開で、はい、お値段税込み 17,600円ですね、はい、今日はこちらのアイテムを着回していきます。はい、はい、ネイビーは安定ですよ ね、ネイビー間違いなく着ていただけます。はい、はい、では早速中に着ているアイテムに来ますと、はい、はい、そうです、はい、ワッフルカットそうですね、はい、はい、2号サイズをこれも着用してます。ゆったりした袖ぐりなので、ゴア隙もなく着れる感じで、二の腕もしっかりカバーしてくれて、8分袖ぐらいなので結構長袖に近い丈感なので、今の時期から秋口まで全然お使いができます。そうですね、シンプルデザインなんですが、襟ぐりのスリットと裾パックの部分が今年らしいディティールポイントとなっております。はい、今着用しているのがブルーですね、はい、とカラー違いが、はい、ベージュとブラックの3色展開です。はい、せっかくなんでダウンベスト脱いでいただいて、着用してる背中の部分とか見せていただけたらなと思います。はい、後ろはお尻までポリ隠れる着丈感なので安心して着れます。はい、着丈が、そうですね、後ろがちょっと長めになって63から64、前が63から64、後ろが70から71センチの着丈になってます。はい、はい、
どんなボトムにも合わせやすい大人のシンプルカットソーです。はい、こちらは1号2号の2サイズ展開で、税込み5500円となっております。はい、はい、では続けて、ボトム、前回紹介したボトムになります。ちょっとスタート見えするタイプで、ウエストがゴムなので楽に履けるタイプです。これは伸縮があって履きやすいですから、ね、かなり履きやすいですよね。はい、ランダムリブワイドパンツとなっております。黒だとその重なっている部分がちょっと分かりづらいんですが、お色違いのモカでこんな感じです。ちょっとスカート見えもしちゃう感じで、はい、スカート見えする感じなのですごいすっきり見えますよね。ですよね、はい、せっかくなので後ろも向いていただいて、お尻の感じもいつもよりはちょっとゆっとりしてる感じですかね。はい、通常17を履くんですけど、これ15までなので、ちょっとお尻ライン目立つかなと思う方もいらっしゃると思うんですけど、そこまで目立ちはしないと思います。全然見た感じ気になってないです。スカンツですかっていうコメントいただいてますけど、うん、スカンツになるんですかね。どうなんでしょう。いや、スパンツではないような、ワイドパンツのこう延長線上で前にこうラップ風のこうスカート見えするのがっていう感じですかね。こう柔らかい落ち感がいいので、こうやっぱラップ見えデザインでっていうところになっております。はい、あ、スカーチョみたいな、スカーチョ、そっちの方が近い感じですかね。スカートパンツですねっていうコメントもいただいてます。はい、はい、楽ちんそうですねっていうコメントいただいてますけど、ウエストもゴムで、ストレッチもすごく効いてますし、はい、すごいすごいこう、かなりも伸び伸びです、はい、伸び伸びの楽ちんパンツとなっております。はい、はい、こちらがモカとブラックの2色展開で、13、15、2サイズ展開ですね、税込み9900円となってます。はい、はい、では次のコーデに着替えてきます。はい、新たな言葉はいろんな言葉が出てきますねそうですね、スカスカーツ、レギンスとかも昔はスパッツとか言ってましたし、そうですよね、いろんな、そうでした、そうですね、はい、いろいろ、はい、はい、ではせっかくなので、はい、そのダウンをそうですね、ちょっとリバーシブルで見せていただきましょうか。はい、これはネイビーのタイプのものですね。先ほど裏返してカーキを見せてたんですが、はい、ネイビーにするとこういった感じで、またこう、はい、シャープな感じで、そうですね、フードの大きさもこうおしゃれですね。モコッとしていて、ね、かっこいい感じになっております。あとでまたご紹介しますけど、うん、こう脇の部分もそうですね、結構ゆったりめです。こうゴムというか、はい、ゴムがここにちょっと入っているので、こう肩は腕が動きやすい、可動域が広がる感じですね。そうですね、やっぱりこう腕の部分がきついと何かしらこう、うん、作業をするときに苦しく感じるんですけども、 すごくゆとりがあるデザインとなってますので、ちょっと肉厚なニットとか、そうですね、ちょっと厚手のものに重ねていただいても安心だと思います。はい、フードは取り外せますかっていうコメントいただいていますが、はい、フード取り外しが可能です。はい、最初にもご紹介したんですが、フードを取り外したバージョンがこちらになります。ちょっとこちらも着てみましょう。そうですね、せっかくなので、軽いですかっていうコメントいただいてますけど、軽いですよね。軽いです。私もさっき羽織ってみましたが、はい、すごく軽いので、はい、軽くてあったかいので、結構な季節までもうあんまりこう何ですか、車移動が多い方なんか特に冬場でも
これ1枚あったら全然いいかもですね。はい、はい、スウェットの上からも着れそう。確かにそうですね。全然着れると思います。ちょっと後でこう、ジージャンの上からこう着てみようかなと思ってます。はい、あと去年のベストと比べるとどう違いますかっていうコメントがいくつか来てますが、はい、ですね、一つは一番はあのこの 裏紐じゃなくて何でしたっけ裏毛紐タッチですかね。紐タッチの素材、紐タッチの素材にちょっとなっている部分ですね。あと色も全然違います。そうですね、去年はネイビーには裏がグレーだったんですか ね。色が違うのと、色も全然違いますね。そこの配色の部分が、はい、違ってきてますね。はい、はい、ゴールドボタンとかは一緒だったと思うんですけど、あとここの部分もなかったような気がするんですけど、どうだったでしょう、お持ちの方もしあれば見てみてください。そうですね、ちょっとどうだったか調べときます。また次回そうです、あの毎回これは本当にあのすぐなくなってしまうんですよ。そうなんですよね、結構記憶が曖昧な部分、はい、もう一瞬で結構本当にあのなくなって、そうです、皆さん去年買えなかったから今年買うとか言ってですね、そうです、そういう方も多いですもんね。結構なくなっていくので、はい、私たちの記憶が薄くて申し訳ございません。ちょっと曖昧、申し訳ないし、リサーチしておきます。そう、丈感がちょっと去年のものより長いんじゃないかっていう話をちょっと気持ちですね、他のスタッフとしておりました。そうかも、そうじゃないかもしれない。そうです、そうです、はい、断言はしません、はい、今日黒購入しました。黒、ネイビーの方ですかね。ありがとうございます。はい、カーキ可愛いですよね。そうですね、カーキ人気なので結構おすすめです。確かにちょっとおしゃれな感じでね、ネイビーも、うんうん、おすすめですね。フードなしだと綺麗めに見えます ね。確かにすごく綺麗め見えします、はい、ぜひぜひ。あ、裏肝だと少しまとわりつきそうですか。ここのビッキ肝の部分はその上の部分だけなので、そうです、白だと分かりにくいです。どうでしょう、ここの部分だけなんですね、上の部分ビッキ肝ですね、はい、この前上だと紐タッチ、はい、すいません、なのであまりここ紐タッチ、ここがそんなになんかこう擦れて滑りにくいみたいなの感じないです。もう本当に柔らかい生地感なので、ツルツルよりは少しちょっとタオルけたな、ちょっと難しいですね、難しいですね表現が、表現が難しいですけど、滑りにくいはないですね。ないです、メガネ拭きみたいな、あ、そんな感じです。あ、ね、はい、あれ、あんなあの優しいちょっとこう、そうです、そうです。感じの全然気にならない表現が難しいですけど、はい、携帯拭いたりメガネ、スマホクリーナーみたいな感じのこう柔らかいタッチですかね。そうそう、ま、ちょっとマットな感じというか、はい、なんかですね。はい、だからこそ可愛い、そうですね。感じになってます。はい。はい。戻ってきてくれましたので、はい、次のコーデに移らせていただきます。はい、戻りました。さっきのダウンベストにシャツチュニックにデニムのパンツで変化してきました。はい、変化していただきました。ではチュニックからいきますか。はい、はい、ギャザーデザインチュニックですね。はい、はい、今17号を着用してます。ちょっと胸元のギャザーは伸び感がちょっとあるので、バストある方でも全然あの張り感なく着れると思います。袖元もちょっと内側ギャザーってゴムが入ってるので、上げる時も結構楽に上げることができま す。これはボタンとかじゃない。そうですね、キュッとならずに楽に上げれるので、はい、私結構上げちゃうので楽に上げれます、これは。はい、特にまだ暑い日なんかも上げたくなりますね。そうですね。で、前開いてちょっと羽織でも使えるので、うん、今の時期からでも全然お使いできるかなと思います。はい、着丈がだいたい 77.4cm から 78.6cm ぐらいの着丈になっております。ナチュラルな印象の今年らしい綿100の洋流素材を使用したチュニックです。はい、今着用しているカラーがブルーですね。と、モカ
画面に映ってるよちょっと暗、あ、そこら辺が近いですかね、はい、秋を感じる色ですね。はい、ワイドパンツもいけますかっていうコメントもいただいてますけど、先ほど着てたワイドパンツとかもいいですね。先ほどご紹介した黒のワイドパンツにも合います。はい、前開けて着ていただいてもいいし、そうですね、普通にデニムのワイドとかも全然いいと思います。はい、秋を感じる色ですよね。はい、あとはこちら2色で、お値段税込み8800円です。サイズは13、15、17号の3サイズ展開です。はい、モカも可愛い、ありがとうございます。ストンとした落ち感ですっきり見えますね。シックでいいですねっていう、もうベーシックでですね、さらっとしてて着やすいですね。風通しもかなりいいです。でしたらまだまだちょっと残暑が残る9月、10月、全然、はい、はい、大丈夫です。はい、ボトムを、はい、今、17号着用してます。ちょっと太ももラインが気になる方はチュニックで隠した方がいいかなと思う。ちょっとパンとした感じになるのでそう、ちょっと裾が広がってるのでスッキリ見えもしますし、これはちょっと切りっぱなしのそうですね、デザインですかね、こちら。全然私の身長でロールアップもしなくていいので、合わせやすいです。155センチのスタッフが来て、そのまま。そうですね、そのまま大丈夫です。また下67センチとなってます。はい、一応フレアシルエットデニムパンツですね。はい、はい、ウエスト部分は後ろがゴムになってます。前は普通のタイプシンプルなデニムの、はい、ボタンボトムとボタンがボタンでファスナーになってます。はい、せっかくなんで裾をちょっとこうアップで、カットオフでラフに仕上げてます。はい、身長150センチ、4L です。サイズはどうですか？ 4L で17号。今着用しているスタッフが155センチで 4L のデニムを今履いている感じです。なので裾は150センチの方でも普通ギリギリつかないかなっていう。あ、そうですね。ちょうど150です。150センチ。ちょっとモッチヒールがあるものですけど、大丈夫かなと、はい、あとはサイズ感でも、はい、そうですね、大丈夫じゃないでしょうか。17号こんな感じ、はい、せっかくなんで、はい、後ろの感じとかも、これこの感じからいくと先ほどのワイドパンツはかなり、15号でもゆとりがあるデザインだったと思います。ストレートデニムの感覚でサイズを選んでいただければいいんじゃないかなっていう感じでした。はい、また下は67センチです。はい、季節の変わり目に活躍しますですね。あとはフリルデザインのブラウスの紹介はもう終わりましたか？やらない。フリルデザインは今回これじゃないかな。今回はなるほど、あれですね、前回のですか、どれだろう、前回でしたっけ、ちょっと先週の記憶が前回のかもしれないですかね。前回も紹介してないですよね。多分紹介してない、多分そうだと思います。じゃあちょっとだけお見せします。はい、でこちらデニムですね、13、15、17号の3サイズ展開で、はい、今着用しているのはネイビーですね、はい、と先ほどブラックを、はい、ブラックの2色展開です。税込み8800円となっております。はい、では着替えていただいて、その間にこれですかね、フリル
また下何センチですかっていうのは、あ、はい、何度かご紹介させていただいて、はい、67センチです。ありがとうございます。こちらでしょうか、フリルブラウスかな、うん、すごく着やすいですよ、こちらのブラウスもですね、ちょうど七分袖になっております。で、首元がこういう今年流行りのカラー、フリルカラーがついたブラウスになっております。で、首元はゴムが入ってるので、抜き、あ、これです、ということで、よかったです、よかったです。はい、こちらの2色展開、柄がもうちょっと近くで、せっかくだったらこの辺で、はい、もうちょっと、はい、はい、こちらと、もう1色がこちらです。はい、はい、後ろのデザインも可愛いですよね。そうです、後ろにもちゃんとフリルのカラーがついております。あ、ですね、あ、今日青い方を買っていただいたみたいです、うん、ありがとうございま す。これにダウンベスト合わせてもいいんじゃないでしょうか。ちょっとはめてみますか。はい、ダウンベストが全部あっちにあるんですね。あとで、その間にちょっと靴でもご紹介しますか。あのワイドの先ほどのパンツお、黒もいいですけどモカも良さそうですね。そうですね、黒だとちょっと大人っぽい感じですね。かわいいっていうコメントがいくつか来てます。モカだとなんか秋らしさが増す気がしますね。はい、はい、いかがでしょうか。あ、向こうはもう一色の方がすごく綺麗に見えますかね。そうですね、こんな感じ、ね、これにそのダウンもいっぱい手に持たなきゃですね。せっかくなので合わせましょう。はい、はい、このダウンの色はすごくいろんなコーディネートに重宝しますね。絶対重宝すると思います。特にこっちのグレーは間違いなく使えます。かわいい組み合わせ、あ、かわいい、皆さんありがとうございます。これもかわいい。キャミソールか何か着ないと、インナー何か着ないと透けますかっていうコメントも来ていますが、そうですね、特にこっちのカラーは着ていただかないとちょっと透けちゃいます。まだ暑いのでキャミソールとか入れていただければいいんじゃないでしょうか。あ、いいですね、この組み合わせもすごく素敵です、はい、ちなみにダウンベストは税込み 17,600円です。はい、はい、先ほど、はい、スカーフも素敵ですねというコメントをいただいてました。はい、こちらも今店頭で販売しているストールになっております。外したらどのくらいの長さに、雰囲気に、首にも巻いたり、そうですね、髪の毛でも巻いたり、バッグにも巻いたり、一応こちらのオレンジともう一色グリーンがございます。広がるタイプだったんですね。広がるタイプなんです。そうなんですよ、ちょっとあれだけで全然雰囲気が変わりますよね。すごい、あの、遅かったので広がると思ってませんでした。はい、はい、あ、微妙です、すごい、いや、微妙です。プリーツですね。はい、プリーツタイプになっております。すごい大人っぽくていいですね。はい、ちょっとあの戻ってきてくれたら色違いも、そうですね、軽くご紹介します。お仕事の方とかこうスーツの首元とか、かっこいいですね。かっこいいですね。キャリアウーマンですね。こちらがお値段が3500円と消費税で税込み3850円となっております。はい。はい。普段からちょっとしたお出かけ用にもおすすめです。もう一個の方のそのブラウスの、はい、こちらを買われたお客様が、はい、1枚で透けなかったですよっていうコメントをいただいてます。こちらのこのタイプですね。こちらのタイプは透けなかったですっていうコメントをいただいてます。はい、ありがとうございます。どうしても白っぽいとですね、ちょっと透けちゃいますね。プリーツシワが気にならなそうですね。そうですね、シワは気にならない、ペッて置いても全然気にならない。
あとはあのどうしてもさっき私結んでましたけど、そうですね、結び目が見えな、まあ、全然ついてないのでその点も嬉しいですね。バッグにつけてもいいですね、使いやすそうですよね、うん、いいす、スカーフの色づき使いが好きですっていう、肌寒くなったぐらいにあってもいいんじゃないでしょうか。はい、はい、今は結構こう髪が長い方とかは、そうですね、髪のゴムのとこに結んだりとかしてる方も結構いますよね。いはい、ね、いろんな使い方ができますので、はい、アレンジしてみてください。色違いはあるんです、後でちょっとお持ちしますね。あるんです、そうなんです、もう戻ってきてくれるので少々お待ちください。と戻ってきてくれるまでの間に、さっきスタッフが履いていたこちらのスリッポンをご紹介させていただきます。これめちゃめちゃ軽い、軽いです。飛んでいくんじゃないかって言ってすごく軽いスリッポンになっています。一応ブラック、スタッフが履いてたのはブラックですね。今からグレー履いてきてくれますかね。はい、シルバーです、シルバー、はい、シルバーとかっこいい大人な感じ、ハイソンからベージュになります、はい、パイソン柄のベージュ、はい、そして、はい、ここの幅が42ワイズの部分ですね、はい、4目のタイプになってますので、はい、ちょっとこうなかなか合う靴がないって言われる方にもおすすめの、本当に軽量ですし、そうです、中のクッションもすごく、そうなんです、クッションもすごく効いてます。ちゃんと土踏まずのところもあって、こうですね、もうちょっと近づくと分かるか、あ、ですね、はい、そうですね、でとにかく本当に軽いです。もう店頭に見に行ける方はもうちょっと持ってみてほしいです。えって思うぐらい、確かにえって思いました、はい、もう今日私靴忘れたかなってなるかもしれないですねそれぐらい軽いですよね、すごい。私これちょっと入ってきた時に空箱が入ってきたかなって思っちゃったぐらい、あ、箱に入ってる時にですね、そうです、そうです、軽くて驚きました。ちょっとオーバーだったかもですけど、でも本当にあの軽いです軽いです、はい、ちょっと履き心地は履いてるスタッフに、そうですね、はい、ちょっと履いてみたいと思います、はい、お値段を気になっていらっしゃる方いらっしゃったんで、こちら、はい、軽量スニーカーは、税込み6600円です。はい、はい、はい、戻りました、はい、はい、ちょっとダウンの色味を変えて、はい、ちょっとカジュアルにしてみました。ちょっとまず靴の履き心地、はい、そうですね。結構柔らかくて履きやすくて、どう履きやすいですか？なんかカチッとしてないので柔らかみがすごいあるので、硬くないってことですかね？硬くなくて、はい、当たっても痛くない感じですかね？なんかそうですね、擦れたり。なんか当たって擦れたりする可能性は少ないと思う。横の部分がっていうことですよね、はい、横も私広いので結構靴選び大変なんですけど、これは結構横もしっかり入って今 L、 いつも L ですか？いつもはそのサイ横のサイズによって LL 履いたりとかするんですけど、これ L で全然大丈夫です。私は、うん、中 の、 あのクッションも結構効いてるので、はい、なんか足疲れないかなと思います。これの長時間履いてても、そうですね、はい、では戻ってボーダーをご紹介しちゃいましょう、はい、はい、コットンボーダーカットソーを着てもらってます、はい、今2号サイズを着用してます。通常 の、 あのボーダーのカットソーよりかゆったりしたデザインで、ちょっとアーム部分もゆったり、ちょっと伸びがある感じなので、そこまでなんかピタッとした感じではないので、二の腕もしっかりカバーできています。ゆるい感じで可愛いですね、はい、後ろもせっかくだったら、やっぱり着てるのもあれなんですけど、着てないの、はい、長さはお尻すっぽり隠れるぐらいの長さになるので、はい、着丈がだいたい前が70から71センチ、後ろが75から76センチとなってます、はい、今着ているのがアイボリーですね、はい、お色違いで
ブルーが、こちらのブルーもおすすめです、はい、はい、2色展開です、はい、じゃあサイズが1号2号の数サイズ展開で税込み6600円です、はい、あ、ボーダー欲しいっていうコメントがいくつか来ています。ボーダーの方間違いないですね。このボーダーすごくなんかちょっと綺麗めっぽくも見えますし、はい、カジュアルなんですけどカジュアルすぎない、はい、大人カジュアル、はい、ぜひおすすめです、はい、はい、ではボトムを、はい、はい、今これ15号を着用してます。通常17を着用するんですけど、サイドがゴムになってるので結構伸びがあって履きやすい感じになってます、はい、で一応サスペンダーでつけてみても大丈夫です。サスペンダーは取り外しも可能ということで、こちらはもともとサイズが13、15の2サイズ展開になってます。なので15号を着ている感じですね、はい、で一応中はボタンで取り外しが可能に、サスペンダーの部分ですね、はい、こちらは着用しているキャメルの一色のみとなってます。一周回っていただいて、せっかくなので、はい、こんなにお尻も張らないかなと思います。ストレッチもすごく効いている感じですかね、はい、こちらが、税込み9900円です、はい、はい、で、ちょっといろいろコメントを遡ります。はい、ボリュームスリーブカットソーの青も買ったのですが、スカーフと合わせてほしいです、の青、あとは、今履いてるスリッポン、はい、高高でも履けますか。高高ですよね。そうですね、高高でも全然余裕持って履けます。ここの前の部分が浅い、いい意味なんていうか、こうですね、ここですね、ここがあの普通だったら結構ここぐらいまであるような気がするんですけど、浅いので高高の方は履きやすいんじゃないかなと思います、はい、比較的それで靴も迷いますよね。そうですね、横の幅と高高の部分で、はい、でもこれはス L でスッと、はい、履けてます、はい、全然きつそうに見えないからね、履いててももうなんか履いてる感じはしないです、はい、はい、靴底も気持ちよさそうですね。で、靴の底の部分もそうですね。そうですね。クッションがかなり効いてるので、柔らかくて履きやすいです。このタイプは。はい。では、はい、こちらのご要望があったアイテム、スカーフをチェンジしてます。はい、先ほどのお色と、もう一色、2色展開です、スカーフは。はい、はい、あ、早速ボーダーカットソーにジージャン着ても良さそうですねっていうコメントをいただいてます。ジージャン準備してました。そしてさらにダウンベストを着てみます。はい、もうジージャンとダウンベストあったら冬のに着れそうです。ですね、地域によるかもしれないですけど。そうですね、北海道の方とかだとちょっと、はい、はい、このコーデもすごくいいですね。ジージャン合わせてもおすすめです。前回ジージャン皆さんすごく反応がありましたので、はい、ちょっと今回もちょっとちらっと、はい、これにダウンベスト、はい、あ、ちょっと分かれ色、はい、色変えましょうか。分かりづらい、 あっちの色の方がいいかな、の方が分かりづらい、分かりやすいですかね。はい、鉄板なコーデですね。鉄板コーデですね。確かにジージャンを羽織るだけでもガラリと印象が変わってきます。じゃあこれですね、ちょっと15号羽織っております。17号は17号ですよね。15号でも全然余裕です。締めるってなると17がいいです。アームはどうですか。アーム
ここがちょっとゴムが入ってるので、うん、そう、でもちょっと17着てみましょうかね、はい、きつくはないです15で、うん、真冬いけそう、もこもこしそう、はい、せっかくなんで後ろも、はい、結構これなら余裕があっていいかなと思います。何でしたっけ、あの運転したり、あ、そうですね、運転をしたり自転車に乗ったり、電車でももちろんもちろん徒歩でも腕がですね、はい、これだけ着ても、はい、なので、厚手のニットの上からも全然大丈夫だと思います、ですね、はい、この肩の部分のゴム、そうですね、このゴムの部分ですね、ゆとりがあるのでやっぱりアームが結構皆さん気になられると思うんですけど、17号でこのぐらいゆとりを持って着用いただけます。はい、はい、通常のダウンだとちょっときついかなと思う、そうですよね、ゴムが入ってるので、うん、すごい楽に動かせます、はい、アウトドア、今からの季節のアウトドアだったりですね、あとはちょっとワンちゃんのお散歩とか、ちょっと肌寒くなったらパッと羽織れるものがすごく便利だと思います、はい、はい、着てください。やっぱりジージャンを買ってよかった、着回しできそう、そうですね、ジージャンも着回しできますし、はい、ダウンベストも着回しができます、はい、アイボリー買いたいです、ぜひ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 、すごくおしゃれなカラーとなっております。はい、はい、では本日は以上になります、はい、はい、ではですね、お得な情報をご紹介させていただきます。こちらですね、このピンクのバナーが目印となっております。こちらタップしていただくと、今日ご紹介したコーデがですね、オンライン限定にはなりますが 10% オフさせていただきます。キーワードが必要になります。クマ117、いいないいなシンプルで分かりやすいですね、はい、そうですね、クマいいなと入れていただきますと、明日の2021年8月28日23時59分までですね、はい、先ほどのピンクのバナーのところでご紹介したアイテムのみですね、のみですね、ダウンベストもですね、はい、ダウンベストもはい、このクマいいなでダウンベストを 10% オフ、はい、ダウンベスト欲しい、ジージャンも欲しいという方いらっしゃいます、はい、はい、ですね、ただですね、やっぱりただ着てみたい、着てみたいですよね、着てみたい、そうですね着てみたいという方は店頭にですね、はい、もしこうなんですか、いろいろ気になる場合をお電話していただいて、ちょっと今の時間人少ないよとか、ちょっとこそっと教えてもらったりなんかして来ていただくといいと思います、はい、今このラブファッションクーポンイベントを開催してますので、1万1000円以上ご購入で次回使える1000円クーポンが1枚いただけます。 L 級の会員様ですかね、はい、そうです、はい、会員になっていただくと、はい、もうなってらっしゃる方は必然的に1万1000円以上お買い上げごとにお配りしてますので、もうダウンベスト買ったら1000円です、はい、じいちゃん買ったら1000円です、2000円ですね、3000円もらいますいやいや、嬉しくないですか、お買い物したら1000円クーポンもらえるって嬉しいですよ ね、 そうですね、早速もらったっていうコメントいただいてます、ありがとうございます。そしてまた冬になったら使えるので、このクーポンはいくらで使えるんですかっていうコメントも届きましたが、はい、1001円から使っていただけます。10月からですかね、10月から11月の2ヶ月間使える、はい、でも2ヶ月も使えたら有効期限が結構長いと思いますので、まあもうやっぱダウンをもうこう買っといて、10月にいいニットが入ってくるのでニットを買っていただくとちょっとお得に買えるっていうですね、最高なクーポンになっております、はい、ぜひこちらをチェックください。店頭に行けない方はぜひオンラインで、オンラインだと 10% オフ、明日までは 10% オフ、店頭着たいなっていう方はぜひ店頭に来ていただけたらと思います。はい、ぜひ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 、はい、はい、今日もありがとうございましたありがとうございました、はい、はい、ではありがとうございます。ありがとうございます。